3分でわかる。矢野ひな月。どうも、唐揚げ大佐です。この動画では、バシッと3分で、矢野ひな月さんについて紹介していくぞ。矢野ひな月。1997年3月5日生まれ。血液型 A 型、身長150センチ。所属事務所ソニーミュージックアーティスツ。ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーで、実は非常に長い芸歴を持つ。そんな彼女の生い立ちを見ていこう。1997年3月5日、兵庫県に生まれる。小学生のうちから芸能活動を行っており、当時はスターダストプロモーションに所属。主に子役として活躍していたという。2008年には、ビーシーズというグループで活動を行っていた。2009年には、スターダストプロモーションの芸能3部からの選抜グループ、桃泣きに所属する。だが、メンバー1人のメジャーデビューのため、事実上の解散となってしまった。そして、2010年2月14日、私立恵比寿中学に通う。高い歌唱力が評価されていたらしい。しかし、2011年4月には転校。2012年4月には、高校に入学。全国クラスのダンス部に所属していたようだ。2013年には、所属をわらはたに移籍。映画、祈り神、ブラックリスターデロで主演を務めるなど、女優業に精を出す。2014年には、さらに所属を、現在のソニーミュージックアーティスツに変更。ふっかげひなつとして、光マリアとうたた猫歌劇団を結成。OVA、12歳の主題歌、恋の12歳を歌唱した。ちょうどその頃、マネージャーの勧めにより、声優という仕事を意識し始める。2015年春には、高校を卒業し、大学へ進学。この時期は特に声優についても勉強したと語る。2016年には、アニメコラボカフェ、白箱の店員として活動する。ここのスタッフは、店員が声優の卵であることが特徴である。そして、2017年には、アプリ、ゴシックは魔法少女ティトリー役で声優デビュー。演技の経験はあったが、声のみの演技は非常に難しく、悔しい思いをした、と同時に楽しさも覚える。また同年、バンド、ダスティクルーズクラブのボーカルとしても活動を開始、シングル、ロックスターをリリースした。さらにこの年、多くの舞台を経験し、演技に磨きをかける。2018年には、白箱を卒業。また、アプリ、温泉娘、ひらどき役、ファントムオブキル、モラルタ役を担当。声優としての下積みを築く。2019年には、ネットフリックスアニメ、キャノンバスターズにおいて、初のメイン、サム役を演じる。また、メディアミックスを歌った、バトンリレーの日向蓮見を演じる。だが、2020年にはコロナウイルスの影響でイベントは中止、アプリも終了。プロジェクトは合金。しかし、2020年9月12日、運命の時が訪れる。ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、高崎優役に決定。なんと、VIP プロジェクトの実質的な主人公に大抜擢されたのだ。とても大きなプレッシャーを感じた反面、もう一度青春を味わっているようだ、とも語る。また、美少女の写真集集めが趣味な矢野にとって、たくさんの女の子に囲まれるこの役は、まさに適任である。10月からは、アニメ版虹ヶ崎が放送開始。虹学の柱として活躍。さらに同月から開始された、ラジオ、アニヶ崎のメインパーソナリティを務める。さらにさらに、最新は直前生放送の第3回において、3種類のシングルジャケットを目の前にし、一人だけなんてやれないよとの名言を残した。2021年1月には、アニメ、ウマ娘、プリティダービー、シーズン2のキタサンブラック役で登場。2月にはアプリ版のウマ娘がリリース。キタサンブラックの、優秀なサポート性能から、愛用者は多く。ハリッチは、親の顔より聞いた声と評される。また同時期、アニメ、ワンダーエッグプライオリティのメインキャラ、沢木桃代を演じた。8月23日には、ついにソロデビュー。ホログラムの天使をリリースした。10月には、セレクションプロジェクトの代名、宮間鈴音を演じる。2022年2月には、ウマ娘アプリ配信1周年を記念し、一定ウマ娘として、キタサンブラックが実装。なお、当たるとは言っていない。また同月、舞台、アサルトリリーにおいて、月岡もみじ役で出演。さらに、3月5日の誕生日には、セカンドシングル、フォローミーをリリース。さらにさらに、同日には第16回声優アワードの新人女優賞を受賞。春からは、アニヶ崎2期が放送開始。また、5月には、矢野ひなき、ファーストライブ、フォローミーが開催予定。さらにさらに、アニメウマ娘3期では、キタサンブラックとして、メインを張る、との噂も。今後も、今最も勢いのある、ベテラン新人声優、矢野ひなきに、ぜひ注目していただきたい。といったところで、花咲いた努力、矢野ひなきのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。